団藤重光は、日本の法学者、裁判官。一回は肖像くらい。訓導は訓意等、訓位等学位は、法学博士。東京大学名誉教授、日本学士院会員、文化功労者。聖の、団は、団の旧事態のため、新事態で、團藤重光とも表記される。東京帝国大学法学部助教授、東京大学法学部教授、 東京大学法学部学部長、慶応義塾大学法学部教授、最高裁判所判事、社団法人学士会理事長などを歴任した。山口県生まれ、岡山県育ちの法学者である。専門は、刑事法全般に及び、戦後の日本刑事法学の第一人者である。東京帝国大学、東京大学、慶応義塾大学で教鞭を取った後、 最高裁判所判事に就任した。また、宮内庁東宮職参与や、宮内庁参与も務め、学士会の理事長も務めた。また死刑廃止論者の代表的人物でもあった。温厚な性格で弟子を厳しく指導することはなかったという。酒をたしなみ、料理によって赤白を厳格に飲み分けた。1913年11月8日。 山口地方裁判所検事局受席検事、弾道康夫の長男として、山口県吉木郡山口町で誕生した。翌1914年、父が弁護士に転身するにあたり、父の郷里の岡山県高橋に近い岡山市へ家族で転居した。以後、弾道は高等学校卒業まで岡山において成長する。弾道自身が出身地を 岡山であると言及するのは、山口での生活は、物心つく前の短期間に過ぎず、幼少期を過ごしたのが岡山だからである。1925年、岡山県女子市範学校附属小学校を飛び級で卒業。1929年、旧生、第二岡山中学校第四学年を飛び級で終了。第六高等学校を経て、1935年、 東京帝国大学法学部を主席で卒業。1974から83年、最高裁判所判事。1981年、日本学士院会員。1987年、君位当局実大受賞。1995年、文化勲章。2012年6月25日、東京都内の自宅で、老衰のため死去。葬儀ミサは29日に、 東京都千代田区工事町のセイングナチオ教、海主制度で行われた。弾道の研究は刑事訴訟法から始まった。当時、民事訴訟法学においては基礎理論の研究がすでにドイツでなされていたが、これに対して刑事訴訟法学の基礎理論研究は全くなされていなかった。そこで法学部生時代に聞いた金子はじめの講義の中で、 金子がジェームズ・ゴルト・シュミットの説を引用していたことに示唆を得て法律状態としての訴訟を読み込み、またウィルヘルム・ザウアーの訴訟法の基礎を読み込み、民事訴訟法学の基礎理論を構築し、これを刑事訴訟法に応用しようとした。ザウアーが訴訟の発展過程を訴追過程、手続き過程、実体形成過程の3面に分けたのに対して、 弾道は、そのような区分に疑問を呈し、刑事訴訟手続きを手続き発展過程と、実体形成過程の二面として分析した。また、そのような観点から、刑事手続き上の訴訟行為として、実体形成行為と手続き形成行為の概念を提唱した。以上の研究は、女子論文として、刑事訴訟行為の無効にまとめられた。 その後も、弾道は、刑事訴訟の基礎理論の研究を進め、その構築を、自身の学問上の最も重要なテーマの一つと、位置づけるに至った。前述の助手論文など、刑事訴訟基礎理論に関する論文は、訴訟状態と訴訟行為に収められている。團藤は、死である、小野誠一郎と、同じく高気球派に立ち、刑罰を道義的応報とした上で、犯罪論において、 構成要件を違法有責類型であるとする、己論を継承するが、己論が犯罪限定機能を有しなかったことから、戦時中全体主義に取り込まれた点を批判し、財刑法定主義の検知から、構成要件を形式的、定型的なものであるとして、その自由保障機能を重視する、定型説を提唱した。かかる検知からは、自ら実行行為に出ていない共謀共同犯は、 定型性を書くものとして否定されるが、弾道は後継の通り後に改め説することになる。違法性の実質については、おのと同じく規範委説を取りつつも、その内容をおのが国家的法秩序違反としていた点を批判し、法は道徳の最低限を隠すものであるとの考えから、国家の制定法とは独立した社会倫理秩序違反を指すとして、 行為無価値論の立場を取り、後に結果無価値論に立つことを明確にした平野隆一と対立した。責任論において、斧が取る、同義的責任論とその子である、牧野英一が取る、心拍形法理論に基づく、性格責任論との争いを使用することを基として、同義的責任論を基礎としつつも、二次的に背後の、行為者の人格形成責任を問う人格的、 責任論を提唱した以上のように、弾道は、新派と旧派に分かれて大きく対立していた、戦前の警報理論を発展的に解消した上で継承し、戦後間もない刑法学の基礎を形成した。刑事訴訟法においては、斧と同じく、ドイツ法に由来する、職権主義構造を本質とする立場を取るが、現実の審判の対象はソいんだが、 潜在的な審判の対象に構想事実が含まれるとの接中説を取る。この点を当事者主義構造を本質とする平野から徹底的に批判された。弾道の法哲学は著書法学の基礎第2版に記されている。弾道の思想の根本にあるのは主体的な人間の存在である。人間は権利義務ないし法律関係の主体として その立場から法を捉える点で主体性を有すると同時に客観的な法を動かす原動力でありかつ担い手であるという点でも法において主体的であるとする。弾道によれば財刑法定主義の根拠や刑法が自己の責任に帰することができる場合にのみ刑罰を課する責任刑法であることも根源的には人間を主体的に見ていくで根拠づけられるものとされる。 戦後の新憲法制定に伴う法制改革の際に各種の立法に関与した刑事訴訟法の立案担当者の一人である米国刑事法に習って逮捕要件を緩和しようと考えたがうまくいかず代わりに順言公判、緊急逮捕の規定を考案した東大退官後1974年から1983年まで最高裁判所判事に就任した 強制採尿令状は彼の考えによるものと言われる。大阪空港訴訟では毎日午後9時から翌日午前7時までの空港の利用さ止めを認めるべきか否かという問題について訴えを却下した多数意見に対してさとめを認めるべきとの反対意見を述べた。自白の証拠採費について共犯者の自白も本人の自白と返すべきである。 という補足意見を書いて、捜査における自白変更主義に一石を投じた。学者時代は共謀共同正犯を否定する代表的な論者であったが、最高裁判事としては、実行行為に出ていないものの、犯罪事実について、行為支配を持ったものを正犯として評価することを、是認する肯定説の立場に立った。この点について、弾道は、実務家としては、 判例の体系を踏まえなければならず、学者としての良心と実務家としての良心は、必ずしも一致しないという見解を示している。そして、弾道は、肯定説に立ちながら、行位支配の理論等による修正を提唱している。弾道は、死刑廃止論者として知られているが、従来は死刑に賛成の立場であった。しかし、ある事件では遺として、死刑判決を出した際に、 傍聴席から人殺しとヤジが飛んだ。この事件では、弾道は冤罪ではないかと一末の不安を持っていた上に、被告人も否認していた事件であった。これを契機として、被告人が有罪であるとの絶対的な自信がなかったこと、そして冤罪の可能性がある被告人に対して死刑判決を出したことへの後悔と実際に傍聴人から非難されたことなどから、 死刑に対する疑念が出てきたとのことである。最高裁判事退官後は、宮内庁東宮職産業宮内庁産業を歴任しながら、死刑廃止運動や、少年法改定反対運動関連の活動など、刑事被告人の権利確立のための活動に重点を置いた。人間の周期は、天が決めることで人が決めてはならないと発言している。ありがとうございます。